未来を叶える準備をしよう。 JPBA プレゼンツ I'm Ready。 この放送はライブ配信と FM 那覇毎週水曜日午前9時から収録放送でお送りしております。はい、ライブ配信をお聞きの皆さん、こんにちは。そして FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。水曜日午前9時になりました。 JPBA プレゼンツ I'm Ready 第12回目の放送です。メインパーソナリティは JPBA 沖縄エリア支部長の芦峰美奈子です。そしてはい、フルボイスボイスナビゲーターの立花さゆりです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この番組は誰もが企業経営の基礎を学び、夢目的に向かえる自信と勇気を持った経営者を増やしたい JPBA の提供でお送りいたします。番組ではゲストをお招きして事業経営の話や、企業を目指している方の挑戦する姿をお伝えしていきます。また皆さんのコメントもお待ちしております。はい、ライブ配信へメッセージで参加される方は Facebook コメント欄から送信してください。 FM 那覇をお聞きの皆さんはメールアドレス office@jpba.okinawa までメッセージをお送りください。また FM 那覇では収録放送でお届けをします。メッセージは翌週の放送にご紹介いたします。経営に関する疑問・質問、番組の感想などお待ちしております。はい、さあということで美奈子先生、早いもので3月ももう折り返し地点になりましたよ。早いですね。早いですよね、はい、びっくりしちゃう。そして3月15日といえば、はい、まあ起業してる方、個人事業主、そして経営者の方、うん、で確定申告って声もあってね、よくね、SNS の SNS の投稿など見てますと、はい、やっと確定申告終わったとかね、え、皆さんやっぱりね、これ1年に1回の大仕事、うん、ね、ね、今日がし、ね、締めみたんだなと思います。うんうん、そしてね美奈子先生、実は今日は、はい、沖縄県の県立高校の合格発表の日なんだそうですよ。うん、はい、はい、ね、なんか車でこう通っていくと、うん、皆さんなんか車で、うん、発表見に行ってるのか資料を取りに行ってるのか、あ、なるほど、結構、はい、車多かったような気がします。うん、そうなんですね、合格者が1116人ということなんですね。おめでとうございます。はい、さあ美奈子先生もこの合格発表を見に行ったね、はい、こともあると思うんですけども、はい、もうドキドキですよね。そうですよね。ねえ、もう見るまでもう怖いっていうね、いや、気持ちしかないですよね。もう本人も大変でね、うん、ドキドキするけど、親御さんもね、うんうん、はい、ね、父兄の方もすごいドキドキして眠れない日々を、うんうん、本当にそうだと思うんですけども。美奈子先生、高校ちなみにどちらですか？あ、高校はですね、西原高校ですね。あ、はい、西原高校なんですね。はい、ありがとうございます。さあ、そのね、そこの OB として、うん、ね、美奈子先生も他にも活躍されている方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、はい、なんと美奈子先生、はい、この西原高校に、はい、プレゼントをなさるという話聞きましたよ。はい、ありがとうございます。うん、本をですね、寄贈させていただくことが決まりました。はい、あ、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、今持っている本ですね。はい、ではちょっとタイトルを教えていただいていいですか？はい、90日パーフェクト企業ワークブックですね。はい、企業への最初の一冊、はい、この一冊で完全理解ということでね、はい、これは送ろうと思った、まあ、理由というかいきさつというか、うん、それはどうしてですか？そうですね、やっぱり企業はこれからね、うん、まあ、何歳でもできるというか、まあ、簡単にできて、うん、できる、うん、世の中になってますので、はい、まあ、この基本というか、うん、その企業のやっぱり基礎は、経営の基礎っていうのは早いうちからね知ってた方がいいだろうということで、まあ、ね、高校生だともう卒業、うん、大学に進学したりとか、うん、またね自分でまた起業する方はもしかしたらこれから増えてくるかも、うん、可能性はあると思うので、はい、まあ、卒業生としてですね、何か、うん、
役に立てることがないかなということで、はい、はい、プレゼントすることにしました。はい、ありがとうございます。若い方もね、早いうちからこの起業というものが何ぞやっていうあたりを、ね、うん、はい、知っていただく、そんな一冊ですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてアイムレディでは素敵なゲストをお迎えしてお届けします。今日もね、私すごく楽しみにしておりますよね。はい、はい、後ほどゲストの方をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。この番組は、現役経営者と一緒に経営を学ぼう、企業経営の教習所、一般社団法人日本パーソナルビジネス協会、個人、社会、経済の豊かさを共に作ろう、株式会社シーズリー、学ぼう、一生使える投資の技術、プロから直接学べる投資の学校、沖縄トレード学院。一日であなたのオンラインスクールが完成するオンラインスクール作成クラウド、スタンドオン。未来を作る企業を経営戦略でサポートする経営戦略コンサルティング、オフィス親川。プロフィール撮影、インスタグラムサポートで最高の第一印象を作るお手伝い。沖縄未来スタジオ。お客様から選ばれるブランディングホームページ作成なら、クリエイティブビジョン。豊かな言葉コミュニケーションで信頼度をアップ。フルボイスは JPBA を応援しています。以上、各社の提供でお送りします。でお届けしました。はい、 BGM ありがとうございます。はい、それでは美奈子先生、早速ですが今日のゲストの方ご紹介お願いいたします。はい、今日のゲストの方は、アクアドライビングスクールの広報担当で与那嶺愛理さんをお迎えしております。はい、よろしくお願いします。はい、愛理さん、ようこそアイムレディへいらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、愛理さんから、まあ、簡単な自己紹介と会社のことなど、はい、ご紹介いただけますか。はい、あ、音声大丈夫ですか。はい、聞こえてます。はい、はい、私は沖縄県で運転が苦手な方のサポートや免許再取得の一発試験対策を行っているアクアドライビングスクールの広報担当をしています与那嶺愛理と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。はい、ありがとうございます。はい。さあ、現在ね、広報のお仕事で、会社の縁の下の力持ちで活躍をされているという、そんな愛理さんなんですけれども、はい、実はこの JPBA の、受講生でもいらっしゃるんですよね。はい。はい。そうです。はい。です。こちらにいらっしゃる美奈子先生が、はい、しっかりと伴走して、そして今でも、お付き合いをしていただきながら、会社を大きくしていらっしゃるというところですね。はい。はい。さあ、美奈子先生から見て、愛理さんはどんな生徒ですか？そうですね。すごくお客さんのためにとかですね。あとは、まあ、もちろんやることもそうですけど、まあ、努力というか、そのお客さんのために何をやったらいいのかなっていうのをすごい考えて、自分で試行錯誤されていて、その行動力がすごいなと、その感心しています。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では愛理さんにいろいろとお仕事の話なども聞いていきたいと思っております。はい、まずですね、今の会社のは前職は何をされてたんですか？前職は企画制作会社で経理事務をしていました。あ、はい、お勤めでいらっしゃるんですね。はい、はい、そうです。なるほど、分かりました。はい、じゃあ、起業したきっかけは、どういったきっかけがあったんですか？子供が4人いるんですけど、その4人とも保育園に預けるときに待機児童っていう問題にずっと苦戦してて、やっぱ働きたいんだけど働けないという環境をどうにかしたいなと思って、この保育園を作ろうと思って、とりあえず起業したっていう感じです。はい、そうなんですね。
その時は保育士の資格を持っていたとか持っていなくて、とりあえず誰かを雇ってとか、こうヘルプで入ってもらってとか、そういう感じで作ろうと思ってました。それはじゃあもう経営側に回りたかったっていうところですね。はい、そうですね。わかりました。で、まあ、そこから、まあこの JPB に、まあ、受講するっていう、はい、ステップになったんでしょうか。うん、そうですね。受講するきっかけは、最初は主人の、就職先を探すために、いろいろ検索をしてたら、ミリオンズ、今のシーズニーのミリオンズを見つけて、で、そこから親川さんを通して、JPBA っていう存在を知って、最初は美馬さんのメルマガで、いろいろ理念のこととかっていうのを学んでて、でそこで、足峰さんとの対談の動画でプレゼントもらって、でその後に足峰さんの、セミナーに参加したことが受講のきっかけです。なるほど。はい。はい、美奈子先生覚えてらっしゃいますか、その当時のこと。はい、初対面ですかね。そうですね、初対面。そうでした。まあ、このメールで、その、動画のね、先ほど、対談の動画をこうプレゼントしたっていう話があったんですけど、なんかこう、ご夫婦でお仕事されているので、その夫婦でやるには、なんかその秘訣みたいなありますかみたいな、多分質問だったと思うんですけど、ですね。それで私も夫婦でこう経営をしていたので、その時にやったことはっていう話をさせていただいて、でそれからまあそのきっかけでね、セミナーに来ていただいたんですけど、まあ、なんかそうですね、メールとのやり取りなので実際に、ね、お会いすることはなかったので、はい、実際にセミナーに来ていただいた時は、あ、この二人若いって思ってまず年齢が若いと思ってすごいびっくりしたっていう印象でした。そうですよね。今のお仕事はご主人がこう携わっていらっしゃったお仕事から始まったことですか。そのまま、はい、資格を継続して、サポートに使っていこうかということで、はい、今もお仕事で、同じような業種で活動してます。わかりました。ご主人の、持ってらっしゃる資格を教えてもらっていいですか。自動車学校でこの運転の技術を伝える指導員免許っていう免許があるので、それを活用して、はい、ペーパードライバーさんとか一発試験者の方に技術提供してます。はい、はい、そうですね。ちょっとね、はい、お写真があるのでこれをご紹介しますね。はい、こちら今動画をご覧になっている方は見れているかと思いますけども、アクアドライビングスクールさんの、ホームページのトップ画面でこのスライドがありますね。はい。そしてこんな感じで教習風景も少しアップロードしましたよ。はい。奥にいらっしゃるのがその教官の、はい、ユッキー校長。はい、ユッキー校長です。そうです。ね、すみません。ユッキー校長。ゆらみのゆきひろさんのユッキー校長が指導している風景ですね。はい。そしてね、いつもにっこり笑顔の笑顔素敵ですね。素敵ですよね。はい、ね、海をバックに撮ってます。うん、そして今写真では車の内部が出てるんですけども、はい、この車を、まあ、ハンドル席の隣にいろんな、うん、操作するところがあります。これは特別な車両なんですか？はい、そうですね。これは新商社の方で、脳梗塞とかそういう、脳の障害が影響して、下半身麻痺と右左麻痺だったかな、の方がこう運転するときに使う装置と車の様子ですね。なるほど。福祉車両っていうことに。あ、はい、そうです。福祉車両っていうのが。はい。うん、かいいんです。なるほど。あれですね、途中でこう障害を負ってしまって、はい、それでもまだ運転できるって機能はあると。はい、そうですね。その方のために、ここ、うん、車を提供して差し上げたり、あとはその乗り方をご指導して差し上げたりっていうところなんですか。はい。そうですね。はい。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、もう、どの、起業されてどのぐらいになりますか？今年3年目に入りましたね。はい。そうなんですね。はい。はい、ありがとうございます。
そして、起業されて、スタートされたばかり、実際に起業を起こして、はい。の時のこの様子を教えてもらっていいですか？起業した時は、名前がまず U&D っていう名前で、もう特に意味はなかったんですけど、U&B?U&D U&D ですね。あ、はい、家族に U と D がつく名前が共通してたので、じゃあそれつけようということで U&D ってやって。U&D なんですね。なるほど。ホーム館を売りにしてた事業所でした。そうなんですね。そうでしたよね。そうでした。ホームページね。こうやって写真を撮ったやつ当時のホームページね。めちゃ、もう個人的な写真でしたね。あ、そうですね。あ、そうか。じゃあ、パッと見た方からすると、うんうんうん、あれドライビングスクールだよねみたいな。そうそう、そんな感じじゃなくて、あ、なんか個人がやってるんだなっていう。なるほど。そして、まあ、はい、実際にスタートされて、まあ、どんな感じで走り出しました？そうですね、スタートは、もともと主人に、サポートしてもらいたいっていう方がいたので、その方、ペーパードライバーの方がいたので、最初はその方を対応してて、でちょっとずつ、お客さんも増えてきたんですけど、このね、サービスの限度が分からなくて、もう常に自分たちが時間と労力使うサービスを提供してて、ちょっとね、お互い疲れたっていう時もあったりとか、最初はそんなスタートでした。あ、そうなんですね。それが、まあ、その労力が売り上げに比例すれば、うん、ないですけども、そのあたりのバランスはいかがでしたか？バランスもやっぱり売り上げは上がっても、その分体力的なものもあって、そうやっぱね、主人は技術提供する側だから、うん、集中力がちょっと切れちゃったりとか、そうやっぱね、疲れっていうのってお客さんが一番感じやすい部分だと思うので、そうですね、サービスの提供の仕方っていうのがもうそれしかないと思ってたので、もうですね。はい。そうですよね。そして、よく美奈子先生がね、セミナーでお話しされる広告費のお話がありますよね。それは、どちらで聞きましょう。美奈子先生に聞いた方がいいかな。愛理さんに聞いた方がいいかな。愛理さんどちらに。あ、いいですか。広告費。バスモノレールのやつですよね。はい、ね、本人が載ってた。はい。まず、ハエバル商工会の方に入って、でとりあえずちょっとニッチすぎる職業じゃないかっていうことがあったので、周知認知っていうのを上げ、まずは上げようかっていうことで、じゃあこの免許持ってない方がどういう行動をするかって言った時に、やっぱバスとモノレールっていうのに行き着いて、じゃあそこに1回大きく広告出してみようって言って、その時に80万ぐらいかけてやったんですけど、やっぱ集客に直接つながらなくて、ポツポツってはいたんですけど、やっぱもう回収するぐらいの集客は全くなくて。そうだったんですね。もう大きな出費ですよね。大きかったです。うん、ね、で、その、まあ、事業をやって、そうしてるうちにこう JPBN でやって、で、美奈子先生の授業を受けるような、ご夫婦で受けるようになった。はい、夫婦で受けました。受講してます。夫婦で受けていただいて。はい。その時変化はありましたか？ありましたね。まず、理念っていうのが、私は美馬さんのメルマガで知ってたんですけど、やっぱ主人はもうそこから初めてだったので、で私もその、ここまで組み立てるっていう方法が分かってなかったので、もうお互いに、もう苦戦しながらも、やっぱり理念ってすごい大事なんだなっていうのもあって、で理念が固まってきて、やっとペルソナっていう理想のお客さんが固まってきて、それから仕組みがどんどん見えてきて、あ、今までの自分たちはちょっと苦しむ方に進んでたなって。そうだったんですね。でも一個一個足峰先生に指導してもらいながら整えていって、はい、もう今結構売り上げも
無事に上がりました、うん、本当にそうですよね、素晴らしいです。その中での愛理さんが担当している広報のところなんですけれども、はい、あの美奈子先生も私もね、愛理さんの広報のこういろんな体験談を聞くのをすごく楽しみにしてますよね、はい、まずあのどうい今が広報で心がけていること、まずどういったことをされてるんですか。ですね、私は広報としてあのブログと SNS を中心に情報発信を行っているんですけど、そのブログとか SNS ではやっぱり基準はペルソナをずっと基準にしてて、でそのペルソナの生活一個一個イメージして、ここだったら自分たちの商品で解決できるなとか、そういう部分を見てた時にやっぱき、あのキーワードが見つかってくるから、そのキーワードであの情報発信したりとか、うん、であとは、うん、そうですね、うん、このお客さんもちょっとずつ増えてきて、やっぱ悩みっていうのがどんどん見えてきたので、その悩みをブログに関してはそのブログ読んだだけで解決できるように、うん、あの内容を濃くするように意識して作ってます、うん、っていう感じで広報として今頑張ってます。はい。そうですね。なこ先生、このねブログをまあ愛理さんが一生懸命作って、はい、これをどういうふうに読んでもらうというか、うん、でその辺はどなんか工夫ってあるんですか。あ、工夫ね。うんうん。あ、今私に聞きました。愛理さんに言ってるか。あ、どれどっち。あの愛理さんに聞きます。はい、愛理さん、何か工夫ありますか。例えば一生懸命作ったブログを読んでもらいたいと思った時に、それと届ける方法というかね、うん、あ、そうですね、 SNS で関連付けるのもいいんですけど、やっぱ SNS この年代によってもやっぱり違ってて、30代以上の人って SNS からよりもやっぱ直接検索することが多かったので、その他の事業所がやってない穴場のキーワードめっちゃ探して、すごい、そこでブログをとりあえずすごい上手なんですよね。作って、あの、他の記事に流すっていう感じです。あ、そうなんですね。はい、どっからその言語力とかキーワード難しいですよね、皆子先生、ね、キーワード見つけるのすごい難しい、ね、前なんかその、うん、何ですか、バス停か何かの、ね、うん、ブログで、はいはいはい、すごいこう、うん、リーチが上がったっていう話があったじゃないですか、うん、ですね、はい、その記事も、うん、あのそう、これも結構あの他のお客さんの話とか他の事業所とか見てると、うんうん、その生活に沿った情報ってなかったから、うん、じゃあよりね、お客さんの生活に活用できそうな情報っていうのを追ってった時に、うん、バスで移動してるし、やっぱこのみんなネットで見たいっていうのがあるらしくて、うん、そこじゃまずブログにしてみようって言ったら、今結構もうずっとそこが読まれてる記事で、はい、強い記事だと思います。そうなんですね。この前主人に直接このバス乗ったら、うん、あの試験場に着きますかっていう問い合わせもあったみたいな。着くと思います。その問い合わせ、バスの問い合わせが来ました。面白い、すごい、でもピンポイントに当たってるってことでね、うん、本当にすごい、閲覧数がすごいですね。すごいですよね。あ、ありがとうございます。いや、本当にこういったね、キーワードを探して、ま、何よりもそのお客さんがどういうことを求めているのかなとかね、どういった困りごとがあるかなっていうところに立ち返って、うん、そこから、うん、まあね、あの、探していくっていう、寄り添っていくとかね。そういったところがすごく、うん、あの目に触れる機会になっているでしょうね、うん、はい、ありがとうございます。さあ後半でもね、こういったのいろいろな事例を、うん、聞いていきながらお届けしたいと思います。アイムレディお届けしております。さあ、どうぞライブ配信をご覧になっている方からのメッセージもこの後お待ちしております。どうぞ Facebook のコメント欄からメッセージを、はい、送ることできますので、ぜひぜひお寄せください。ありがとうございます。では、ここで CM に移ります。この番組は、
現役経営者と一緒に経営を学ぼう。企業経営の教習所。一般社団法人日本パーソナルビジネス協会。個人、社会、経済の豊かさを共に作ろう。株式会社シーズリー。学ぼう。一生使える投資の技術。プロから直接学べる投資の学校。沖縄トレード学院。一日であなたのオンラインスクールが完成するオンラインスクール作成クラウド、スタンドオン。未来を作る企業を経営戦略でサポートする経営戦略コンサルティング、オフィス親川。プロフィール撮影、インスタグラムサポートで最高の第一印象を作るお手伝い、沖縄未来スタジオ。お客様から選ばれるブランディングホームページ作成なら、クリエイティブビジョン。豊かな言葉コミュニケーションで信頼度をアップ。フルボイスは JPBA を応援します。以上、各社の提供でお送りします。はい。ということで、本日はアクアドライビングスクールの広報を担当しております、柳峰愛理さんをお迎えしてお届けしております。それではここで教えてみなこ先生のコーナーです。はい。はい、ありがとうございます。はい、イェイですね。はい。このコーナーでは、ですね、JPBA の沖縄支部の、支部長をお務めていらっしゃいます、みなこ先生から、経営のこと、そして事業のことについてお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、みなこ先生、今日のゲストの愛理さんなんですけれども、はい、うん、先ほどね、本当にもう、順番よくば2年をこう考えて、ペルソナを立てて、そこからまあ商品設計というような、はい、本当にね、素晴らしい優等生、うん、鏡のような生徒さんなんですけども、そう、実際で愛理さんが、うん、はい、使ったフレームワーク、資料、うん、はい、っていうのをちょっとご覧に、ご覧いただけますか。はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、今ですね、はい、映像をご覧の方は見えてるかと思いますけれども、上から順番に教えていただいていいですか。はい、この JPBA で、基本的にお伝えしている内容が、PBF とパーソナルビジネスフレームワークというものを基本にベースにして、ビジネスを組み立てていくということをしています。でこの PBF はですね、まあ、最短3ヶ月で起業して実践して6ヶ月では、月収100万円を達成できるっていうところで、すごくこう順調立てて順番通りにやっていけば、そういう成果が出ますよっていうようなフレームワークになっています。で、このフレームワークをちょっと説明簡単にすると、皆さんねスタートするときいろんなこう理由があってビジネスをスタートされると思うんですけれども、初めに、まあ、個人の自分が何をして、私は何のためにこのビジネスをするのかっていうね、人生と仕事をこうまず分けるっていうところから先にして、うん、スタートしていこうということがやっています。で、個人の理念が明確になったら、その次にじゃあお仕事としてビジネスとして社会に対して、お客様に対してどういう貢献をしていくかっていうところがこの、真ん中の経営の3要素っていうところの、経営理念、ビジネス理念のところですね、がありますと。でその次に、仕組み化というところ で行動力というふうに理念、戦略、戦術って3つあるんですけれども、はい、でこれがまあ3要素としてすごく大事なところで掛け算になっていますというところです。で、まあ、この仕組みをまた分解していくと6つの掛け算になっていて、それが PBF 戦略というふうに呼んでいて、先ほど愛理さんがおっしゃってた最初に理念作りました、ってその次にいろいろこう順番でよくやっていきましたっていうところの、その6つの信用商品、決済、販売、集客、継続っていうところを順番よく組み立てていくっていうところが、お伝えしている内容になります。はい、ありがとうございます。はい、で、愛理さんが今されているお仕事、まあ、広報っていうお仕事は、この PBF でいくとどこに当たるんですか。そうですね、広報の部分でいうと最初の、PBF の信用のところを、まず初めに作っていただいているというようなところですね。でまたその後の、集客の部分にもつながってくるか、決済集客ですね、
はい、うんうん、というあたりを実際にこう今なされているというところですね、うん、はい、はい、でそして、アクアドライビングスクールさんはその、まあ、ユッキー校長と愛理さんといらっしゃるんですけども、それぞれ役割分担というか、うん、それぞれお互いの強みを持って生かして授業されているです、はい、でしょうか、愛理さん、うん、はい、そうです。それぞれの強みを分けて分担して授業してます、うんうんうん、分かりました。美奈子先生から見て、はい、このお二人のこのバランスといいますか、うん、そのあたりを少し解説をしてもらっていいですか。はい、そうですね、アクアさんの場合はご夫婦でお仕事されているので、まあ、会社でいうと社長が2人いるようなスタートです、ね、おー、なるほど。経営者が2人いるので誰が責任取るのみたいなところからスタートしてたんですよでその責任の障害を決めて、ね、最初は決めてなかったので、いやいやあんたがやりなさいよ私がやるよみたいな感じのなんかそういうちょっと押し問答的なのもなんかまあ、あったんじゃないかなというふうに思います。で、うん、はい、はい、大丈夫です。はい、ですね、多分最初皆さん、ね、ご夫婦でされている方とか、うん、まあ、誰かと一緒にするっていう時は、うん、ね、誰を、ね、立てる、なんかその社長としてとか代表として立てるかっていうところから多分決めると思うんですけど、うん、まあ、なんかね、ご夫婦だとちょっとまあ、まあ、なりゆきとか、じゃあやるかみたいな感じでこう始めていることがまあ多いので、うん、そこをまず決めていくっていうところを最初にやりましたね。はい、はい、した、はい、でそこからまあ強み読み、例えば、うん、はい、ユキ校長がね、このブログをこうまめに更新できるかとかって言うのさそういうのいけませんよね、おそらくね、あれ、まあ、まあ現場がありますからね、大事な納品作業がありますからね、そうです、そうです。あとは人柄とか、あとキャラクターとか、うん、まあ、得意分野がね、うん、ユッキー校長はまあ人に会うのが得意でとかね、うん、セールスがすごく得意でとか、うん、あとはまあ納品もね、やっぱりこう技術を持ってますので、そこを担当するっていうところが、ユッキー校長がやるところで、で、愛理さんはまた逆で、まあ、人に会ってこう直接セールスするというよりかは、まあ、仕組み作りをこうしっかり土台を作るという意味で、まあ、ユッキー校長がどういうふうに、ユッキー校長をよく見て、なんていうんですかね、このブランディングをこう確立していくためにどういう記事がいいかとか、あとお客さんに対してどういう質問があってそれに答えをどういうふうに載せたらいいかみたいなところを多分今やられているところだと思うので、なるほど、はい、うん、すごく、ね、バランスがいい、うん、お二人だと思います。はい、ありがとうございます。はい、沖縄ってね、こう共働きでお仕事されてるので、一緒に同じ仕事をしてるって方もすごく多いと思うんですよ。うん、はい。アイリさん、その辺で何か気をつけてること、ありますか？うん、あります。このコミュニケーションは、なるべく取るようにして、やっぱ同じ思い、理念の部分とか、そんなお客さん、理想のお客さんっていうのはもう常に一生同一人物をイメージできるように、なるべくコミュニケーションを取るようにはしてます。はい、あと報告し合う、こういうお客さんが来たとか、こういうことがあったとか、その報告し合うとコミュニケーションは、すごく気をつけてる部分です。うん、そうですよね。やっぱりすり合わせというかね、うん、思いがちょっと違いがないかなってあたりは、うん、仕事と、はい、そしてまあ家庭 と別に分けて、うんうん、はい、考えていらっしゃる、はい、ね、ところですよね。それでも、ね、美奈子先生、やっぱり女性の鏡ですよね、愛理さんはね、男性をしっかり立てて、うちの中ではいいんですよ、お母さんが頑張ってて、もう関わってでも全然いいんですよ。表にでもそうじゃなくて、しっかり盛り立ててるっていうのはね、うん、本当に素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、この今ね、PBF を使って、今後もご自身たちの、ね、こう強みで、はい、授業していただきたいと思います。はい、では、ここで美奈子先生からお知らせがありますね。お願いしてもよろしいですか。はい、まず、まあ、いくつありましたっけ？ 2つ、2つですね、うん、はいはい、まず直近から言うと、今日ライブ配信を見られている方は、はい、明日3月16日ですね、うん、はい、お昼の1時から3時半の間に、うん、オンラインで出版セミナー、うん、出版記念のセミナーを
させていただきます。はい、やった、はい、出版後初のセミナーになりますか。そうですね、はい、うん、まあ、今回はあのセミナーという、まあ、セミナーの内容もやるんですけど、いつものちょっと内容とちょっと変わっていて、はい、本に、まあ、沿ってあの、はい、お話をさせていただくというような形をとっています。なるほど、はい、うん、はい、あのちょっとこう内容拝見したんですけども、はい、まあ、本に沿った内容プラス、うん、特典が実はあるっていう、はい、すぐそこ見ちゃうんですよね、はい、私ね。そうです、特典もたくさんついています。はい、本をもし購入されてない方は、明日のそのセミナーに参加していただいたら、まあ、無料でこの本をプレゼントするというような形を取っています。あ、いいんですか、すごいね、はい、太腹ですね、うん、はい、ありがとうございます。こちらは、あ、そっか、どこから申し込みであったり情報を取ったらいいですか。あ、申し込みは、JPBA ビジネスで検索するとですね、うん、ホームページが出てきますので、そちらから、はい、イベントの、情報を見ていただけたらと思います。はい、明日の時間何時からでしたっけ。はい、1時、お昼1時から3時半の間で、うん、はい、やっていただきます。OK です。はい、まだまだね、申し込みが可能ということで、うん、はい、ぜひぜひ気になるという方は、お申し込みよろしくお願いします。はい、そしてもう一つですね。はい、はい、もう一つは、今この本をですね、純駆動さん沖縄の、那覇店、那覇支店かな、に置かせていただいてるんですけれども、4月の24日日曜日に、はい、3時からになりますが、トークライブイベントを、はい、純駆動さんでさせていただくことが決まりました。はい、やった。すごい。はい、それで素晴らしいですね。はい、うん、今回はですね、すごいスペシャルなことでございまして、うん、はい、うん、そうなんですね、まずタイトルがありますよね。はい、はい、タイトルがあります。はい、はい、タイトルはですね、うん、沖縄の起業家を全力応援ということで、うん、3ヶ月で成功する企業の仕組みを作ろうということでですね、うん、はい、今回はですね、はい、まあ、私も話をしますけれども、うん、ゲストで、前宜野湾市長の、佐喜真淳さんを、うん、はい、お招きして、うん、その話をさせていただきたいと思います。はい、あ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。はい、まあ、沖縄発成功するビジネスの仕組みや手順を具体的な事例、図解付き、手順を踏まえながら一緒に学びませんかということですね。はい、はい、うん、こちら純駆動書店の那覇店地下1階のイベント会場で、参加費が無料なんですね、こちら、ね、そうですね、はい、無料になっております。うん、うーん、素晴らしいですね。はい、おいでください。はい、じゃあおいでください。お越しくださいですね。日本語。あ、いやいや、大丈夫ですよ。はい、ぜひぜひね、会場に行ってのリアル美奈子先生をね、ぜひご覧いただけると思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、以上イベントのお知らせでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ BGM を添えながら楽しくいきましょうか。はい、ということでお届けしております、はい、I'm Ready ですね。後半もゲストの愛理さんにお話を伺いながら、進めてまいります。さあ、はい、愛理さん、最近のね、うん、愛理さんの投稿というか、はい、ことですごく、はい、私びっくりしたんですけれども、このアクアドライビングスクールさんに問い合わせをする方が、はい、実はもうここに入ろう、入校しようと思っている方が問い合わせが、はい、そういう方が増えてる。はい。それ最近の傾向っていうのを聞きました。そうですね。これは一体どういうことですか？多分もうブログとか結構ホームページも、もうすごく見てくれてる方たちでほとんどが。で、こう、問い合わせの時点でもちょこっと相談のような内容で来るので、そこでも私がこう返信をしたしても、帰ってきた時には、はい、もう入校したいですっていう言葉がいっぱい返ってきてて、そうなんですね、再確認の感じで問い合わせをいっぱいもらってます。あ、そうなんですね。じゃあ流れとしてはこういった、まあ、こう問い合わせを受けで受付をして、そこからあれですか、何かこう案内、入校案内っていう説明会みたいなのがあるんですか。うん、説明会も、無料相談も実施してるし、うん、もうとりあえず簡単な資料だけでもいいよっていう方には、うん、PDF のパンフレットをお渡しして、うん、じゃあ料金と金額を見てもらって、うん、じゃあこのコースでお願いします
ていう流れでも対応してます。素晴らしいですよね。通常だとこう、ね、会ってそこから長くお話して、うんうんでまあ、決めるっていうところ、うんうん、ではそこが省かれている。うん、すごいね。そうそう、買いますね。買います。買いますっていう状態でお話ししてきてくれて、ありがたいです。本当そうですよね。うん、先生これはあれですか。この気づいてきた信頼信用が、そう、うん、ね、お客様が安心して、うん、この会社だったら大丈夫であろうっていうことにつながるんでしょうか。そうですね、さっき の、 表にもあったように、まあ、全部掛け算なので、まあ、今ね多分問い合わせがホームページからが多分多いかな、はい、そうですね、と思うんですけど、先ほどねペルソナの話もあったように、お客さんが何で検索するかっていうまずとこからのこう動線が戦略がすごくしっかりしていて、であとはね、多分前のそのU&Re さんの、ね、以前 の、 その、まあ、ホームページだったり発信の方法と今とだいぶ違うと思うので、そこもお客さんからその信用、ウェブ上でも信用信頼が高まっているのと、あと実際に、ね、お会いした時のユッキー校長先生 の、 人柄だったりとか、ね、技術面だったりとかっていうところもやっぱりこう兼ね備えて、全部がこうトータルですごくいいようにうまく、ね、回ってるんじゃないかなと思います。うん、素晴らしいですよね。広報する中で、例えば愛理さんもこうちょっとずつコツをつかんできたとか、あ、こうすれば反応があるなっていうような、そういった手応えも感じるところもあるんですか。ありますね。お客さんのメールをずっと今まで見てきてて、あ、こういう悩みだったらこういう回答すると結構響いてくれるんだなとか、このお客さんの、ね、悩みの傾向とか、これだったら解決できるんだなっていう答え方とか、そういうコツがだんだん分かってきたので、メールの返信でも、もう、あ、じゃあ入会したいですって決めてくれる方が増えたのかなって思ってます。そうなんですね。やっぱりこうきめ細かなサポートプラス、そのズバッとね、その方のお悩みに解決できるっていうね、そういったスキルもね、広報の中から身につけたということで素晴らしいです。はい。そして、今後動画、YouTube などでも情報を発信していく、はい、そういうふうに伺ってますけども、はい、少しこのあたりも聞いてもいいですか。はい、YouTube ではこの技術の面ももちろんお伝えしていくんですけど、それだけではやっぱり運転の楽しさっていうのとか、一発試験車だったらコツっていうのが分かりにくいので、子供が見てもすぐ分かるような、この技術の伝え方とか、あとは楽しめる系の動画もどんどん配信していって、やっぱ主人の人柄っていうのを広げていきたいなっていうのがあって、どんどん安心感があるようなスクールになるように、そういう発信を YouTube でもしていきたいなと思ってます。はい、いいですね。そこの辺をね、こうプロデュースするのが、ね、はい、広報のアリさんのね、はい、担当というところですけどね、はい、でもいいですよね、こう楽しいんだって、運転できれば本当楽しい、ね、安全安心を、ね、お届けするというところですごくいい仕事をされていらっしゃいます。はい、さあ、じゃあアリさん、今後の展開、今後の目標などはありますか。はい、今後は今は業界初の免許再取得の方のためのオンラインスクールは運営してるんですけど、次はペーパードライバーの方でもやっぱ基本的な車の点検とか、そういう情報が欲しいっていう声が結構あるので、そのペーパードライバーさんの方とか、この運転をもう一回自分なりに勉強してみたいという方でも、携帯とかで簡単に見れるようなオンラインスクールを展開できたらなっていうのは考えてます。なるほど。そうですね、ペーパードライバーさんって割といらっしゃるんですかね、周りにもね。あ、そうですね、結構多いですね。確かにね、すごく時間とお金かけて教習所で学んだんだけども、でもやっぱり怖いっていう、ありますね。車の点検って
美奈子先生どうですか、できますか。偏見、はい、偏見とか苦手です、うん、あの苦手に感じてる女性ってね、うん、本当に多いと思うしね、うん、でも、まあ、うん、自分でできることってきっとあると思うんですね、空気を入れてみるとか、そうですね、うん、ちょっと手を加えるだけで愛車が長持ちするっていうこともね、うんうん、あるんですけど、はい、往々にして女性はそのあたりは苦手意識が苦手意識がそうですよね、そういった方にも、見れるような、ね、オンラインスクールがあれば、うん、簡単に見ながら操作できるのかなと思って、いいですね、はい、アイリさんも車好きなんですよね。はい、大好きです。そうそう、だからなんかそのお互いにね、この車が好きな、好きなというかね、どんな風にしたら、まあ、見てもらえるかっていうところがなんか、そうかかもしれないですね、女性のね、目線として。なるほど、あの女性でもできるね、簡単点検とかね、そうですね、ね、車好きな人って、あの車愛してますからね。ね、生活の一部だし、ね、ね、あの名前つけてる人もいますよ、車に。あ、そうなんですか。そうですか。そうなんだ。でも、こっちに、ね、そう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 、で、家族を大事にするように、車も大事にして。うんうん、そして長くね、自由で、あ、でもいいですね、広がりますね。例えばですね、まあ、今後、もしかしたら、うん、いろんなね、あの、企業さんから問い合わせがあったりとかね。そうですね。沖縄、例えば二輪が多いんですけども、うん、二輪自動車とかそういったのは、ね、二輪は直接は指導してないんですけど、うん、あの知り合いの方がコース借りて、うん、あの指導してる方がいらっしゃるので、その方にこの委託っていう感じで、うん、二輪の指導もちょっとずつ入れてはいます、うんうん、あ、そうなんですね、そうですよね、もうそこももしかしたらね、今後、ね、そうですね、なありますね、はい、ありがとうございます。じゃあ今までお話しした、はい、赤ドライビングスクールさんのもう知り、なんていうのかな、検索方法とかどういうふうにしたら分かりますか、はい、ってあたりを教えてもらっていいですか。アクアドライビングスクールで検索してもらえれば、うん、多分上の方に出てきて、うん、さっき見せていただいたあの青い綺麗なホームページが出ると思うので、はい、そちらの一番下の方に問い合わせってあるので、そちらから問い合わせいただければ事務局の方からあのご返信します。あ、で、はい、次は電話番号かな。あ、電話番号、はい、お願いします。098-800-1826。こちらの番号にかけ、あ、はい、098-800-1826ですかね、はい。こちらに電話すると、オペレーターの方につながるので、その方に言語を伝えててもらえれば、あの、教習が終わり次第折り返すという感じで、あの、返信してますので、はい。はい。そういった、じゃあ、事前の質問なども、この問い合わせから。そうですね、はい。電話で大丈夫です。はい。ちょっと電話するのもな、っていう時には、その、メールで、メールはい、下から、はい。お願いします。はい、アリさんのブログはどこから見たらいいんですか？ホームページの中にあるんですか？ホームページ、はい。上の方にメニューとか講習予約とかがあるので、そこにブログっていう、あの、枠っていうのかな、メニューがあるので、はい。そこから記事を読んでもらえれば嬉しいです。はい。ありがとうございます。はい、はい。ということで、お届けしました。I'm ready. 今日はアクアドライビングスクールさんの、広報を担当しています。柳峰愛理さんを迎えしてお届けしております。で、愛理さん、すいません。あの、ちょっとですね、ここでメッセージが届いているので、はい、ご紹介してもよろしいですか？はい、お願いします。はい、じゃあ、美奈子先生、よろしいですか？はい、もしなければ、ちょこっとだけ、あの、BGM を下げることは可能ですか？はい。はい。大丈夫ですか？はい、いろいろね、はい、じゃあこちらのメッセージ届いております。はい、足峰さん、立花さん、いつもお世話になっております。アクアドライビングスクール代表の与那嶺幸宏です。今日は弊社広報担当の愛理さんをラジオへ招待いただきましてありがとうございます。以前に私もアイムレディに出させてもらった後、愛理さんにもオファーが来るかもよっていう話をしてたら、本当に立花さんからねオファーが来たので、びっくりの反面楽しみでした。
アリさんもめちゃくちゃ楽しみにしていたので、今日が来るのを待ち遠しかったです。まあ、初めてのラジオで緊張してると思いますけど、お手柔らかに。ここからアリさんへメッセージです。アクアドライビングスクールを開業してから、ずっと広報担当として頑張ってもらってるんですが、その働きが素晴らしく、私は頭が上がらないほどです。まあ、それは何かというと、たくさんありますけど、その一部っていうと、今、弊社に足りないことだったり、現在の立ち位置、世の中の動きに合わせての状況判断、特に弊社のペルソナのことを一番理解して、SNS での情報発信、公式 LINE のリッチメニュー作成、オンライン予約の設定、お客様へのメール対応とセールス、この作業がすべてオンラインにすることで、お客様と弊社の間で時間調整のやり取りが少なくなり、私自身の運転指導の時間が増えました。結果、お客様に貢献できる時間が増えたことになります。これはまさしく、愛理さんが広報担当として支えてくれたから、今のアクアドライビングスクールがあるんです。これからも一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。アクアドライビングスクール代表、与那嶺幸宏でした。はい。以上がメッセージでございます。私より緊張してません。カミカミだった。これはいくら緊張の声でしたでしょうか。ありがとうございます。嬉しいです。はい、真心込めてのね、メッセージ、本当にね、はい、夫婦二人三脚で、はい、これからも、ね、はい、いいお仕事なさってください。さあ、そして愛理さんから、これから起業を考えている方に、はい、メッセージを添えていただけますか、はい、お願いします。はい、はい、起業しようとすると不安が大きいんですが、この JPBA のように、経営仲間とつながれる場を持つことも起業には大事かなと思います。業種は違っても根本的な悩みは一緒なので、一緒に悩める仲間、相談できる仲間がいると、もっともっと経営をしていくことが楽しくなると思います。はい、起業すると、やることがたくさんあって、日々勉強になり大変なこともあるんですが、それよりもビジネスを通して感謝や笑顔をいただけることが多く、起業してよかったなぁと思えることの方が多いので、ぜひこれから起業を考えている方は、まずは一歩を意識して進んでみてください。以上です。はい、ありがとうございます。はい。みなこ先生、こうして先輩からね、ね、励ましのメッセージがあると嬉しいですよね。ね、嬉しいですね。みなこ先生から、ね、このアクアさん、この、はい、今後どのように、うん、大きくなっていただきたいな、成長してほしいなって。思いますか。そうですね、やっぱりこう沖縄には、まあ、皆さんね、車を運転するというところで、なくてはならない教習所だと思いますし、あとはまあ、ね、そのご夫婦でお仕事をされているというところで、すごくまあ見本になるというか、ね、目標にできる経営者の方々じゃないかなというふうに思いますので、なんかこう他の方にも勇気というか、なんかそういう、ね、見本になるような形で頑張っていってほしいなというふうに思います。はい。はい。ね、はい。はい。愛理さん、個人もね、本当にライティングの腕も上がってます。本当すごい。ね。はい。もしかしたら次のステップがあるかもしれませんね。愛理さんですね。頑張ります。はい。ありがとうございます。はい。ということで、お届けしました。JPBA プレゼンツ、I'm Ready もう間もなくお別れの時間になります。さあ、今日はね、本当に3月も半ばということで、もう後半戦バタバタですね。うん、もしかしたら3月決算を迎えるという企業さんも、ね、慌ただしくなるかと思うんですけども、ぜひぜひ皆さん、どうぞゆとりを持って、安全も経営もゆとりを持って、お進みいただきたいと思います。では、みなこ先生、結びをお願いします。はい。この番組は、誰もが企業経営の基礎を学び、夢目的に迎える自信と勇気を持った経営者を増やしたい JPBA の提供でお送りしました。メッセージをくださった皆さん、ありがとうございます。担当はメインパーソナリティの JPBA 沖縄エリア支部長、足峰美奈子と
フルボイス、ボイスナビゲーターの立花さゆりと、そしてゲストでお越しいただきました。アクアドライビングスクール広報担当の与那嶺愛理です。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さんでじゃ